地球村建設放送、今回から始まります。地球村建設放送、今回は、第1回目、この地球村建設放送とは、一体どんな放送であるのか、そういったことを中心に今回第1回目はお話ししていきたいと思います。まず名前なんですけれども、地球村建設放送、初めはですね、ミッドナイトトークというものを、過去に配信しておりましたので、その名前を取って行おうかなと思っておりましたけれども、あまりにもありふれた内容であるとかですね、あるいはミッドナイトっていうことですので、どうしても内容的にミッドナイト、夜の放送、あるいは夜中の放送、そういったことにもちょっと偏ってしまうので、いつの時間でもという観点からしたらですね、ちょっと違うのではないかなと。そんなことで、ミッドナイトトークっていうのはちょっとどうかなと。で、それ以外にもですね、やはりもう少しこの宇宙的なタイトルの番組名、コスモスであるとかですね、あるいは銀河であるとか、そういったこともちょっといろいろと考えてみたんですけれども、最終的にですね、この地球村建設っていうものを、もう前面に押し出した、もうそのままの名前で、というふうに、落ち着いたところであります。で、どういったことを、放送していくのかと言いますとですね、もちろん地球村建設プロジェクトというものについて、それがどういったものであるのか、というようなことも、お話ししていこうとは思っておりますけれども、何よりもですね、やはり、地球村っていうものを建設していく上において、あるいはそれを実現するにおいてですね、最も重要なものは何か。そこにスポットを当てて、放送を進めていきたいと。いうふうに思っているわけです。ではこのね、地球村建設において最も重要なことは何かといえばですね、それはいろんなシステムとかですね、あるいはもちろん思想的なことっていうものもですね、必要に重要になってくるわけですけれども、結論から言うと、結局人間自身、一人一人ですね、人間としてのその一人一人の存在ですかね。そしてその中で、その心の在り方。これがやはり一番重要になってくるんじゃないかな、ということです。ですので、そういう意味でですね、この放送は、その正しい知識、で、正しい知識だけではなくてですね、そして、正しい情報、その正しい知識とか、あるいはその正しい放送っていうのは一体何なのか。こういったことにもですね、触れていきたいというふうに思っているわけでございます。で、それからですね、その後、今後はですね、もしかすれば、そのゲストをお呼びして、毎回というわけではない
かもしれませんけれどもですね、まあ、このユニタイムズのおっちゃんが一人で語るというだけではなくて、もしかしたらそのゲストの方をお呼びして、まあ共にですね、語っていくという、まあそういう放送の日もあるかもしれないというふうに考えております。で、それからですね、まあ基本的にはまあその何かをそういう今言ったですね、正しい知識あるいは正しい情報、まあそういった内容をポイントにですね、テーマにですね、まあ語っていくわけですけれども、まあ、もしかすればその、おすすめのそのミュージシャンっていうんでしょうかね、あるいは人物っていうんでしょうか、そういったものもまあ紹介していくかもわからないということも考えておりますけれども、まあその辺はこれからの内容になっていくと思います。で、今日はですね、まだ日付的には9月でありますけれども、まあアーカイブをずっと残していきますので、まあその放送後にお聞きする方はですね、もう10月になっているかもわかりませんし、あるいははたまた11月になっているかもしれませんけれども、まあこの時点におきましてはですね、まあいよいよ9月ももう終わろうとしている、時でございます。それから、まあおっちゃん自身においてはですね、この9月はですね、29日日曜日にユニタイムズ主催の、トークイベントも控えております。まあそういったことですね、今回は、まあ、第1回目ということですので、まあ、特にこれといったような、内容はありませんけれども、まあ、おおよそこれから始めていくこの番組というのはですね、まあ、先ほどもお話ししましたように、皆さんに正しい知識、それから正しい情報、それをベースにして地球村建設、に向けてですね、必要な内容というものをこの配信していきたいと、そういうふうに願っております。で、もちろん、皆様からのですね、お便り、それからご要望、まあ、あれご意見、まあそういったものをですね、そのお便りを中心に進めていくこともあるかと思います。で、基本的に、番組へのですね、この番組へのまあそういったお便りというのはですね、アドレスがございます。で、アドレスは、cosmos@unimix.jp、スペルを申し上げますと cosmos@そして、unimix.jp ということでございますので、この他の番組もともどもですね、よろしくお願いしつつですね、この地球村建設放送の方もよろしくお願いしたいと思います。もうそろそろですね、エンディングテーマが流れてまいりましたということで、基本的にはまあ大体10分という放送を、考えております。はい、それでは、次回第2回目、次回からの放送をぜひお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。